どうも、今日こちらを飲みたいと思います。オリオンスプラッシュビートっていうんですかね。はい、こちらいただきたいと思います。これ、あのプレモルのあの6缶パックのやつについてきたあのグラス、この間ゲットしたので、そちらのあのグラスでいただきたいと思います。可愛いですね。乾杯です。うん。美味しいですね。オリオンスプラッシュビート爽快な切れ味、沖縄製造。これどうやら発泡酒らしいですけど、生ビールではない、発泡酒って書いてますね。うん、美味しいですね。あの田舎の某スーパーであのゲットしたんだけど、うん、うん、前ですね。昨日のこれプレモル6缶のやつも飲んだんですけど、可愛いサイズですね、これ。うん。あえての。オリオン。これ、ちょっとナス、これ焼いたんですけど、ただ焼いただけ。焼いただけのおナスちゃんをちょっといただきます。ちょっとさ、醤油かけるだけみたいな。おナスちゃんをいただきます。うん。うん。ほのかに焦げてて、あの焦げ味がすごいいい感じに出てますね。ただ焼いただけですけど、うん、うん、うん、見えますかね、これブヨに昨日一昨日かわかんない、ここがボコってこう出てるんですけど、キモいっすよねこれ。ちょっとあのただでさ、あの腕めっちゃ太いので、もう余計なんかこう膨張してしょ、すんごいことになってるんですけど、これもう腕がもうかゆいし、もうすごいですね、パンパンで熱持って、いや大変です。あー美味しい。あ、オリオンってもう響きだけです、美味しいですね。うん、うまいっす。飲みやすいですね。うん。これうまい棒食べたくなって、うまい棒もコンポタ味とあの納豆味と買ってきたんですけど、あと牛タン味、これ牛タンちゃん、ちょっとこれもちょっとつまみで食べたらどうぞ。おいしいでした。うん、あら牛タンっすね。あららら、いい感じ。後味あもろ牛タンっすねこれ。うん、なかなか住んでると牛タンとか売ってるとこないんですけど、これだったらちょっと牛タン味わえますね、手頃になんか。うん、風味はあるんで結構いいっすねこれ。あ、なんか黒いつぶつぶのちょっとちりばめ、これが多分あれなんですかね、牛タンスパイスかもしれないですね。うん、気持ち悪いですね、ちょっとマジでここ、んあんま映さないようにしてないです。痛いし痒いし、どんだんぜって感じです。ちょっとこれ泡立ちがちょっとあんまりうまくいかないですね。おー、あー、あ、ちょっと記念に残しとかね、ちょっとこう奇跡の瞬間。うん、あとこれも昨日サワークリームオニオン、これプッチ懐かしいんですけど、私久しぶりに買ったんですけど、サワークリームオニオン線だそうです、プッチの。こちらもちょっとあのつまみたいなと思って、酸味の効いたクリーミーな味があるし、うん、かなり久しぶりに買いましたね、プチ。これ昔からチョコラムドシャとか好きでしたね、プチの。チョコチップクッキーとか、あのチョコラムドシャとかよく食べてます。あ、真っ白ですね。うん、あ、オニオン、あ、いいですね。
おぉ、うんうん、苦いですね。私ちょっとこれ、これも飲もうと思います。桜島、これなんですかね、なみなみなんとか仕込みの、芋焼酎ですね、これ桜島。芋焼酎、鹿児島の、なんかもう結構飲んじゃってるんですけど、これもちょっと飲もうと思って。後ろになんか説明書きがいっぱい書いてますね。香ばしさとなんとかな、なんかこう後ろにいろいろ説明が書いてますね。文字が細かくてあわあわなんですけど、この桜島さんも。氷張り切ってちょっと入れすぎますね。乾杯。うん、美味しいですね。これも結構飲んでたんですけど、美味しい。うん、お茄子のちょっとあれに合うかなと思って、お茄子と、うん、あ、美味しいですね。なんか食べてる。やっぱオンザロックはいいですね。うん。味がこうダイレクトにきますね。あ、25% です、アルコール。鹿児島桜島さん。美味しいですね。優しい濃度です。うん、私てっきりこの間の動画で忘れてました、ワインちゃんぽんの時私ワイン飲んでたんですよね。でももうそんなの知ってるはずなのに、ちょっとあの時ちょっと興奮しすぎて、ちゃんぽんの時にワイン挟んでたんですよね。ワイン飲んじゃってちょっと次の日やっぱり頭痛くなりましたね。ちゃんぽんしてる、ワインだったらもうワインだけずっと飲んでれば全然二日酔いとかないんですけど、やっぱりちゃんぽんでね、ワイン私やっぱり飲んじゃうと、うん、二日酔いっていうか頭痛くなるんですよね。うん、あ、でそういえばああと思って、この間そう動画見てああと思って、ワイン飲んどるやんと思って、ちょっとね、あんだけちょっと自分もやっぱ忘れますね、ずっとなんかそういう飲み方してないと。ちょっとね、ああと思ってワイン飲んでた、これからちょっと気をつけようかなと思って、いるんですけど、まあこんな感じでちょっと飲んでいきたいと思います。ではまた。